静かなる防衛の時間です。今日の話、中国空母遼寧の一日の食事消費量12トンという話が来ました。これが多いか少ないか、まあそうですね、遼寧には2500人が乗っています。小さな村と考えて24時間体制すると1日12トン食事をとる、意外や意外、正論になります。この正論には一人食べるのがまあ12トン。12トンです。まあ一人当たり2500かけるの。5000グラムも食べるかな。まあ5000グラムぐらいにして、まあおおよそですね。大体12トンになる。しかしよく食うなと。アメリカのミニツキュー、ミニツキュー空母には6000人乗っています。任務に24時間当たっています。6000人ですから、まあ 2.5 倍すると、こちらで12トンですから倍30トンにはいくんじゃないかと思われます。しかしアメリカの説明は、まあコックがおおよそ80人で、1日1万7000食用意されるとの見解です。
まあそれにしてもよく、食事の量がやはり空母は考えてみるとすごいですよね。出雲はこんなに人は乗っていません。300から500でしょう。まあ、食事は分かんないんですけど、この乗艦している隊員たちの数を見ても、出雲の省エネはすごいですね。さすがというところでしょうか。人が多ければいいという問題でもなく、大きければいいという問題でもない。アメリカの原子力空母はすごいですが、こちらはすごい。しかし遼寧はちょっといまいち、燃費も悪いみたいです。まだまだ中国空母としては未完成でしょう。まあリバースエンジニアで作った空母ですから、次の2番艦3番艦でどれぐらいの空母になっているかが興味湧くところです。やはり人員も少ない方がいい。人も少なく設備もいい、そんな空母をまだまだ作れるとは思いませんが、もうじき3隻目の空母が出来上がろうとしています。今後中国の動向を見ていきたいと考えます。今日のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。